ヒトラー権力獲得への道の道り第3回は我が闘争の中でウィーン時代の生活を振り返ってこう書いています。貧困と悲惨の時を過ごした世界像と世界観が形成されたウィーンは私にとって人生で最も厳しく徹底的な学校だった。 しかしこの言葉はそのままストレートに打っているわけにはいきませんヒトラーの公の発言は全てそうですが彼は効果を狙って文章を書いていますしたがって我が闘争もどのような状況下でどのような目的で書かれたかを知っておく必要がありますミュウヘン一棄とプロパガンダとして成功した裁判のおかげでヒトラーの名は「 1924年にには極ナナショナリストの間に知れ渡りますしかしナチ党は禁止され民族至上主義運動は先も見えないほど分裂ヒトラーが「我が闘争」を書いたのはそうした状況下で万人が認める民族至上主義的右翼の唯一の指導者として自らの立場を確立することを目的としていました。 そうした指導的立場を求める基盤としたのが、医師の力で逆境に打ち勝ち、類稀な人格と世界観を育んだ天才という英雄的なイメージだったのです。ウェイン時代の経済状況について、こう述べています。もともと少しかなかった父の財産は、母の重病のためほとんど使い果たしてしまったし、 私のもらう孤児年金も生きるのがやっとという程度にすら足らなかったそこでどうにかして自分の腕で生活費を稼がなければならなかったのであるこのように逆境にあったことを強調していますが実際はそれとは大きく異なっていましたヒトラーのウィンの部屋の下宿料は月額平均10クローネ郵便局員の職員の月給が 60クローネという時代ですヒトラーは父方の遺産から毎月58クローネをもらいその他に孤児年金として25クローネを受け取りましたさらに母クララの妹から母を経て自分のものになった遺産からの多額の取り分がありましたこのようにアドルフは普通に生活すれば 数年間は何もしなくても生きていることができる遺産額を想像していたと推測できるのですそのような経済状況だったからこそヒトラーは宮廷劇場、ウィン国立歌劇場でしばしばオペラを鑑賞したのでしょう一番安い立ち見席でも一人クローネ。クビテクはアドルフと下宿生活を共にした4ヶ月間に アドルフはワーグナーのローエングリーンを10回近くも感激したと証言していますワーグナーに耳を傾ける時のアドルフは全く違った人間のようになり彼のゴツゴツした表は消え去りまた彼の落ち着きのない不安定な素振りは平静を取り戻し柔らかい温かみのある姿に変容していったようですローエングリーンや ユルンベルクのマイスター・ジンガーの作品の多くの部分を暗唱していて、時々衝動的に興奮して口ずさんでいました。ヒトラーは、当時のウィーンに漂っていた芸術の新しい動きには全く無関心で、ひたすらワーグナーを崇拝していました。そんなヒトラーのワーグナー崇拝をクビチェクはこう表現しています。彼の場合、ワーグナーを聴くということは、 普通通の人が劇場にううということいこを意味するのではなく、彼はリハルト・ワグナを聴くことによって陥るあの異様とも言える興奮状態に身を置きあの自己忘却へあの神秘的な夢の国へと兵糧するのであり彼の爆発的気象のすさまじい緊張に耐えるためにはそうしたことが必要だったのであるヒトラーとクビチェクの同居生活は9ヶ月で終わります。 何があったのでしょうか。1908年2月22日ウィーンに出てきてヒトラーと同居を始めたクビチェクはすぐに音楽院の技能試験に合格優秀な成績を収めて夏学期を終え希望に満ちてリンツの両親のもとへ帰っていきますその後音楽の勉強を中断して軍役に就きますそして短期の軍役を終えて11月13月日、ウィンに戻ります。しかしそこにアドルフの姿はありませんでした。 アドルフはその1日前、下宿を去り、別の場所で一人で下宿生活を始めていたのです。ヒトラーはクビチェクが帰郷中の10月、ウィーン美術アカデミーを再受験しましたが、またも不合格に終わりました。アドルフがクビチェクとの同居生活を終わらせ、姿を消して一人で下宿生活を始めたのは、 希望に満ちて勉学を再開することになるクビジェクと比較して自分があまりに惨めだったこともあったでしょう。しかし、中心的な理由は別にありました。徴兵逃れです。アドルフはオーストリア男子として満20歳になると兵役義務があり、その日、1909年4月20日が近づきつつあることを意識して、誰にも居所を知らせず、 観権から姿をくらますことを考えたのです。アドルフは、生まれ育ったハプスブルグ帝国に忠誠心を抱いていませんでした。それには、帝国管理の父への反発という面もありましたが、それ以上に、この帝国が雑多な民族と言語で構成される多民族国家であることが気に入らなかったのです。確かに、ドイツ人には支配民族として特権的地位が与えられていました。しかし、 ポーランド人やチェコ人などそれぞれに国民的な自覚を強め、ドイツ人と同等の権利を求めるようになった非ドイツ系庶民族の動きは、それに適切に対処できない帝国指導部の無力さもあって、帝国内のドイツ人を不安に陥れていました。ドイツ人としてのアイデンティティを強く持つアドルフにとって、そんなハプスブルグ帝国で平役に就くことなどありえないことだったのです。 アドルフは、1909年8月21日、2件目の下宿も引き払い、3件目の下宿に移ります。しかし、その20日後の9月16日、下宿のおかみにも何も知らせないで姿を消します。この日から、翌年1910年2月8日に、男子独身車両にきちんと登録して定住生活を始めるまでの5ヶ月間、アドルフは不老者のような、 住所不定の生活を送るのです当時のウィーンについてヒトラーは我が闘争でこう記述していますウィーンは世紀が変わってから社会的に不健全な都市に属していた輝かしい富と伊藤べき貧困とが互いに際立って交錯していた高級士官、管理、芸術家や学者の軍勢に対しもっと大きな労働者の軍勢が対立しており貴族主義と商業の富に 血の滲むような貧困が対立していた社会問題を研究するのにウィーンほど良い都市はドイツでは他になかっただろう。これは華やかなウィーンを描いたリンクシュトラーセの夜これはホーフブルクの舞踏会それとは対照的な地下水道のホームレスたち。 食べ物の配給に群がる貧しい人々。アドルフが利用した不老者収容所はシェンブルン宮殿近くにあったものでオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフの保護奨励のもとにユダヤ人富豪エプシュタイン家の財政援助により慈善事業団によって運営されていました。不老者は宿泊がが許さされ、れ、夕食ととしてのパンとスーープが支給されシャワーを浴び、 服を消毒する機会が与えられました。しかし日中収容所は閉鎖されることになっており不労者は朝になると全員が収容所を出なければなりませんでしたヒトラーがこの収容所で知り合いヒトラーの絵を販売したラインホルト・ハーニッシュはこんな証言をしていますそれは1909年秋のことであった私がマイドリングの不労者収容所を訪ねた時 並んでいいたたたた左側ののの列に一人の疲れ果てた足取りの痩せた若者がいた私はまだ農民からもらったパンを持っていたので彼に分け与えたそれから数週間我々はしばしば一緒に不老者収容所で過ごすことになった私は日雇いの仕事を探して日々のパンを稼いでいたが私の隣人ヒトラーはほとんどいつもスープを無料で出してくれる施設へ行っていた。 初雪が降った時我々は雪かき妊婦として金を稼いだマイドリングの不老者収容所では名前や生年月日身分証明書を提示することは要求されなかったのでアドルフにとって不本意ながら都合のよい施設でしたしかし5ヶ月に及ぶ不老者生活は二十歳の青年アドルフに言いようのない惨めさを味わわせたのであり 否定的、的悲観観、な人生観現実の世界に対する憎悪の念を植え付けていったのです失意と放浪の生活を通してアドルフはウィーンの「利面に漂う惨めな人々の生活の実態」政治社会問題などに関心を向け観察するようになっていくのですウィーンは1848年の3月革命で「 メッテルニヒ体制が崩壊し市民による政治が始まると19世紀後半以降の産業革命と市の発展の下で生活と職場を求めて流入した多大な数の農民によりウィン市の人口は45万人からアドルフのウィン時代には200万人以上に激増していました。そそして、まとともなな生活や職場かられれれた人々の群れとその群哀れな姿は、 アドルフののウィン時代の惨めさを一段と深いもののにすする大きなな要因ととったのですところでヒトラーは我が闘争の中で「ウィン時代に自らの世界観の基礎政治の見方を学びそれが囲碁の政治活動の確固たる基本になった自分の作り上げたその世界像を世界観以上に学ぶべきものはなくその後個々に補足を加える必要があっただけである」と書いていますが これは大いに疑問なのです彼がウィーン時代に熱心に読書し雑誌や新聞などにもよく目を通しその時々の主張について関心を示しいろいろと考えを巡らしていたことは十分推量できるのですが彼の人種論や反ユダヤ主義反ボルシェビズムや闘争意識などはまだ形成されていませんでした。そもそもも彼の読書スタイルは 彼自身も述べていますが体系的な読書ではなく広い読み的な読書法でした読書とは一字一句すべてを読むべきものではなく自分の考えや思想に役立つもの価値あるものを分類整理し取り入れることにより自らを高め自らの思想や世界観信念をより確かなものにするための手段なのであるウィン時代のアドルフが評価し 少なからずその影響を受けた人物は二人反ドイツ主義者ゲオルク・リッター・フォン・シェーネラと当時のウィン市長カール・ルエーガー人のことをヒトラーは「我が人生の死」と呼んでいますまず「シェーネラについて「シェーネラの主張の中核はドイツ的なるものの優位を求める」 反ドイツ主義、反カトリック反ハプスプルグ、そして反ユダヤ主義ヒトラーを除けばオーストリアが生んだ最も強硬で徹底的な反ユダヤ主義者でしたアドルフはシェーネラーの政治哲学は正しいと考えましたが彼が不毛な議会主義に参加する意思を示したことカトリック教会を敵に回したことそして何よりも 大衆をを無視したことを後にに批判すするようになります反ドイツ党の考えた全てのことは理論的に見れば正しかっただが同時にその理論的認識を大衆に伝えたいもともと常に限られたものである大衆の理解力に適応した形でそれを持ち込んだりする力と理解力とを書いていたために全ての認識はまさしくただ預言者的知識であり いつも実実際に現実化し得ることがなかった。ヒトラーがシェーネラーを失敗者とみなしましたがそれに対して成功者としたのがカーール・ルエーガーアドルフはシェーネラーと並ぶオーストリアの大物政治家カール・ルエーガーからシェーネラーにかけていたものを学ぼうとしました。カーール・ルエーガーは、 愛称が美男のカールであることからもわかる通り圧倒的な人気で5期ウィン市長を務め古色騒然としたウィンを近代都市に変貌させましたこれはプラータ目抜き通りで市民に囲まれるカール・ルエーガーを描いていますこれはウィンにあるカール・ルエーガー記念碑ルエーガーは ロスチャイルド家などウィン経済を支配するユダヤ資本に対する市民の反感を巧みに利用。選挙においては激しいユダヤ人攻撃を行いますが、市長に当選すると反ユダヤ主義的発言は減少。激しいユダヤ人攻撃は選挙戦術だったようです。彼はユダヤ人が誰かは私が決めるとまで発言しています。 ルエーガーが決定的にシェーネラーと違っていたのは大衆に対する態度。ルエーガーの死に際して社会民主党の機関紙「労働者新聞」はこう述べています「ルエーガーこそ大衆を計算に入れ大衆を動かし地の底にまで力の源泉を求めた最初のブルジョア政治家である同時に彼は民主主義の崇高な理念をデマゴギーに変えてしまい 単なる競争相手を絶滅すべき敵と表現してしまった。ヒトラーがルエーガーから学んだのもこの点でした。いかに大衆を統制し目的を達成するために運動を作り出すかいかに支持者たる大衆の心理的本能を操るためにプロパガンダを使うかシーネラーとルエーガーの主張を対比するとこうなります。ヒトラーは、 シェーネラーの思想ルエーガーの手法を使いドイツで実現させることになるのです。